痛いし滑るし濡れるし寒いし恥ずかしい。ストーリー佐藤満。出演地引き号。1000円でいいよ。東京ではもう春で、北海道の旭川ではまだ冬の頃だった。路面沿いの雪は車の排気ガスで黒く、電柱の下の雪は犬のおしっこで黄色くなっている。カラスが飲食店の前に置かれたゴミ袋を漁っている。もうそろそろ朝になる。旭川の山麓と呼ばれる飲み屋街でも、この時間はタクシーなど走っていない。ザクザクと音を立てて歩道を歩く。昼間に降った雨のおかげで、車道はスケートリンクのようにツルツルになっている。赤や青の信号機の光を反射している。小さな頃、勢いつけて滑って下校していたのを思い出した。ツーッと足を前後させバランスをとって、うまいこと滑るのだ。誰もいないし、車道を滑って帰ろうかなと思った時だった。車が走ってきて僕の近くで止まった。車の窓を開けて、母親くらいの年齢の女性が、1000円でいいよと言う。いきなりのことで何のことかよくわからず、車道でスケートをしようとした後ろめたさのせいか、お金を取られるのかと思ったが違った。車は白タクだった。いえ、どこなの?と聞かれたので、自宅のある地域の名前を言うと、ちょうど女性もその辺りに住んでいるので、ついでだからと送ってくれることになった。この時間はタクシーもいないでしょ。歩いて帰るつもりだったのかい?仕事は何をしているの?などたわいもない会話をした。窓の外ではまた雨が降り始めてきた。あ、ここですと知らない人の家の前で降ろしてもらった。女性に1000円を払い、車が角を曲がるのを見送ってからまた歩き出す。ここから自宅までは歩いて20分くらいだ。ここで降ろしてもらったのには理由がある。自宅までの間に急勾配の下り坂があるのだ。そこを滑りたかった。一度勢いつけて滑り出したら、50メートルくらいは止まらず滑っていける計算があった。やってみた。すぐに転んだ。全身が濡れた。無理だった。頭から足までびしょびしょだ。計算では50メートルは滑っていける予定だったが、3メートルも滑ることができずに転んだだけじゃなく、転ばないようにと無理な姿勢で体に力を入れた時に、股関節あたりの筋肉も痛めた感覚がある。うまく立ち上がれない。痛む股関節のおかげで力もうまく入らない。痛いし滑るし濡れるし寒いし恥ずかしい。計算外だった。あの頃の自分と体感が違う。今の体を計算に入れていなかった。あと残り47メートル近くの下り坂はお尻をついて滑っていくことにした。冷たい水がパンツを通り越してお尻まで濡らして気持ちが悪い。下り坂が終わってからが大変だった。今度はさらに、そこから30メートルほどの急な上り坂があるのだ。四つん這いになり、ほふく前進をするように進む。痛いのか冷たいのか、感覚もない。恥も外聞もない。まだ家にも着きそうにない。路面沿いの雪は車の排気ガスで黒く、電柱の下の雪は犬のおしっこで黄色くなっている。スケートリンクのように凍り濡れた路面は
赤や青の信号機の光を反射している。反射した光を切り裂くように這って進む。カラスが鳴いている。もう朝になる。